今日あのこのタイトルにしましたのは INTP の落とし方、 INTP まあ男子ですね、はい、はい、としましたのはこんなコメントをですねいただきました。 INTP に近づくにはっていう動画のコメントでアイディアンさん、名前がちょっと挑発気味ですよね、はい、ご自身が INTP ですと、はい、名前がアイディアンですよ、はい、自信家、自信家、はい、コメント、こんなコメントいただきまして、 INTP は感情よりも言葉だからはっきり好きなんだけどどうしたらいいとかすっきり伝えてどうすればいいで一緒に考えるプロセスをねじ込み両方の話題にして INTP の動揺を誘い判断力を鈍らせ、また自分の純粋さ素直さの気持ちで訴えると弱い、話し合い的でなくなるからと。ただ押しすぎると愛型内向なので警戒しますと。INTP の感情を揺さぶるのは3度ぐらいにしといてくださいと、はい、あとはじっくり様子を見て例えば落ち着いてきた時に不意にデートにねえ次の日の休み暇なら2人で遊ばないとか誘うとか。 INTP は素直さと突飛な現象にワクワクするのでそうやって好奇心で興味を持たせるとかと、はい、ね、ただデートは人目に触れない場所がいいと思うと。なぜなら INTP はファッションに疎い傾向がある可能性があるので人が多いところで自分のファッションセンスで異性で公衆の面前を共にするのは最初はハードルが高いと、はい、なので人目のつかないところからゆっくりお互いの感覚を調和かっこ心地よさを感じさせていきながら INTP のファッションをちょっとずつこの女性目線でね、はい、良き方に導いてあげて、はいはい、そうするとまあ INTP 自身としても人前を歩いていいよねっていう自信につながり、はい、たくさんの人のいる前でも安心してあなたのことを見てくれるようになりあなたに絶大な安心感を覚えると。そしてそのようにしてふわふわしていて天然な人かっこ素直な人に居心地の良さを覚える傾向があると思いますと、はい、これはただ単に、私多分男性のタイプかもしれませんけど、はい、まあ、N イコール1ってことですね、はいはい、デートはふわふわのんびりしたところでピクニックとかおすすめかもしれない、はい、なんていうコメントいただきました、はい、ありがとうございます、はい、好きだよって言って、はい、どうすればいいって、はい、委ねる、まあ、それが効くかどうかは分かんないですけどね。大体はこういうこと、その視点でいいと思います。こういうことを考える人が INTP っぽい。はい。はい。理屈をいろいろこう考えてるけど、その通りいくかどうか分かんないですよ。っていうような、はい、あの、まあ、なんて言うんでしょう。恋愛って、はい、恋愛っていうかまあ、会話じゃないですか。はい。関係を深めていくのって。はい。っていう話ができるんですよね。っていう話ができる。例えば今、はい、INTP が好きなガールズがいたとして、はい、こうやってやってみるじゃないですか、はい、そうすると何かしかここで喋ると思うんですよ、はいはいはい、あ、そうですよ多分、はい、コミュニケーションですよ。そうで、あ、やっぱりダメなんだ、はい、みたいなところから、はいはい、じゃあちょっともうちょっと考えるねみたいなところでさっていうなんか話ができるなって思うんですよ、はい、これなんか、はい、まあ、僕にはそういう女子に押されるっていう経験がないので、はい、あまりよくわからないんですけど、このコメントチャンネルには、はい、あの INTP の男子がわからないなんていう女性のコメントがあるので、はい、この、まあ、好きになるかどうかってなんかこれをやったら好きになるみたいなのってないと思うんですよね。なんかいろんな複合じゃないですか、うん、で後から考えるとなんかこうやって理屈をいっぱいつけられるかもしれないけど、それはそういう経験をしたからそうだって思ってるだけで、それが本当に効くかどうかが他の人が試して効くかどうかは分かんないですけどねっていう。
ことを思いましたっていう会話になるなって思いました、はいはい、ただ、まあ私も最近思ったのは、はい、こういう人に好き嫌いって聞くのは、はい、あのもう私が好きでいいって思えるなら、はい、もうそれでいいんじゃないと思ってます。あ、どういうことですか。要は私はあなたのことが好きだ、はい、はいはいはい、で好きなんだけどどう思うって言ったら、はい、それはって今ごたごた言ったじゃないですか、はい、で言われたとします、はい、あ、そっか、これ今理屈の話をしてるからごたごた言うんですよ。で、まあ、僕が思ったのは、はい、でその彼に対して、はい、好きじゃないと付き合わないとか、はい、そういうのを押すんじゃなくて、はい、もうこういう関係を楽しむっていうので、はいはい、付き合ってるよねっていう形で、この好きになるっていう感情はあるんですよ。本当にある、ありますよNT だろうと。でも言わないよみたいな人なんですよね。言わないよじゃない、言う必要がないじゃないですか。好きっていうのを言う必要がないみたいな感じですよ。あ、そこはじゃあ今からちょっと議論なんですけど、はい、今もう打ち合わせもないのによくぞそれを言ってくださいました、はいはい、いや、じゃあこっちはね、はい、こっちってどっちって、あの NF タイプだと思います、はいはい、もしくはまあ SJ でもいいですよ、はい、こっちはね好きって言ってほしいんですよ、はい、私は好きだから、はい、付き合いたいと、はい、好きって言ってほしいと、はい、でもしくは好きっていう感情があるなら、はい、好きって言った方が早くねって思うんですよ、はい、好きって言った方が早いって思うから言うんですよね。でこっちはでもそっちはあの言葉にする意味なくないですかとかって言うんですよ。その意味が分かんないんですね。うんと、別に言わないですよ。言葉にする意味なくないですかとは言わないですよ。あ、僕その場ではね、好きって言った方、好きっていう場面だなと思ったら好きって言うんですよ。言わない人がケースとしてあるよっていうだけ、はい、言わない人がケースとしてあるよ。でこの間のやつは宣言しちゃったから多分言いづらくなってるみたいなのあると思うんですよ。で頻繁に言わないって感じですよね。多分ここの場面って別に好きとかっていう場面じゃないよなって思ったら言わない、言わないっていうか言うっていう意識が働かない。じゃあ言ってって言われたら言う、言ってって言われたら言った方がいいなって感じたらとか、まあっていうなんかねそのワンクッションいりますって思うんですね。あ、そのだから言わないですよって話です。ああ、はい、今はこの中で働いてるだけで。なるほどなるほど、はい、あ、でなんかまあちょっと感じてしまったのは、はい、昨日挙げた好きと言わない NT タイプ男子恋の末路、はい、っていうので、まあ、ざっくり紹介すると、はい、大人の男性と女性、はい、NF タイプ女性、NT タイプ男性が高校時代に女の子の方が、はい、NF タイプの女の子の方が NT タイプの男子のことが好きで高校時代に告白したことがあった、はい、けどその時はコッパみじんに振られた、はい、で紆余曲折あって大人になって会って、はい、お付き合いが始まるか始まらないか、はい、みたいなところで始まってんじゃないですか。あ、そういう何かはね1年ぐらいぐらい、はい、あったのかもしれないですね。好きみたいなことは言わないみたいな、言わない、はい、で彼はそれを、俺はそういうの言わないよって、はい、でも彼女としてはもう三島の詳細と一緒ですよね。そういうのを超えてこいと、はい、言えと、好きと言って、はいはい、その焚き火を飛び越えてこいみたいな、はい、ことを言ったが、はい、なんか言わ、もう言わないと、はい、それ言われると余計言いづらいですよね。飛び越えてこいって、はい、まあ、彼女は言ってませんよ。はい、あ、で、まあ、でもその雰囲気ですよ。はい、はい、で最終的に、はい、大好きですって言って、はい、彼女泣くみたいな、はい、話を動画で上げたんですけど、それに対して私が、はい、いい話ですねと、はい、感動しましたと、はい、泣きそうでしたよみたいな、はい、ことを、はい、まあ、僕はごめんなさい、そういうのを言うタイプなんです。はいはい、やっぱちょっと言葉は軽いですよね反省はしてます、はい、としたところにゃんこ先生からコメントをいただいてですね、このにゃんこ先生は NT タイプです、はい、ご自身の辞任では NT タイプだっていうことなんですけど、隊長がおっしゃるように NT にとって言葉で愛情表現って価値が薄く感じちゃいますと、はい、好きっていう言葉よりも
待ち合わせに遅れないとか、重いものを持ってあげるとか、彼女が欲しがってたものを覚えてくれているとか、そういうのに愛情を感じると、はい、自分がする側ならしてることに気づいてほしいなって思います、はい、だからその言葉で言えって言われると、え、今までの自分の愛情が伝わってなかったってこと、はいはい、でちょっと悲しい、はい、わかります、わかるんだ、はい、わかりますよ、なるほど、はい、それでも感じてるよっていう言葉でも多分ダメなんでしょうね、それは。そのあんまだから分からないから言ってみたいな話ですよね。言わなきゃ分かんないじゃん。ちっちゃい。なるほど。で、私も愛情が伝わらなすぎて、はい、ここはこうで、こうだから愛情表現ですって、はい、毎回解説してたことがある。はいはい、私は INT じゃだって書いてある、はい。ご自覚でね。それはさておき。はい、二等兵の言う、よかった、はい、素敵な話ですね。はい、これもう感動で泣きそう、はい、などの言葉に、はい、待てよと論理的に受け止めてた私が、はい、はっとして二等兵に感動しましたと、はい、ちなみに私の受け取り方は、あ、そっかそっか、解決してよかったね、はい、で二等兵のキャラが好きですと、はい、これは生まれつきなんでしょうか、はい、なんで私は二等兵さんのようになれなかったのかなっていうコメントをいただきました、はい、2つのコメントを紹介させていただきました、ありがとうございます、はい、で僕がこれ感じたのは、はい、NT って、はい、僕は効率の人って見てるんですね、はいはい、効率よくの人、はいはい、なんででしょう、言葉が早いんだったら言葉でよくねって思うんですよ、あ、だ言葉が早いんだったら言葉で言ってますよ、なんでその 態度でやってるじゃんとかでも思ってるわけですよね、思ってるけど言うわけですよね、なんか足りない気はしません、なんか感情表現がないなって、はい、あ、その思ってるわけですよね、だから行動で示してるわけですよね、あの多分これタイプの考え方の違いじゃないですか、自分が何をされたら嬉しいかっていうので自分が嬉しいことをしてるわけですよね、あ、だから、ね、うんうん、言葉をかけられてもそんなに嬉しいって感じてないんですよ、あ、 NT の人は逆にそっちの人はね、はい、だからこう言葉じゃなくて行動で示せみたいなことを多分思ってるんじゃないかなっていう、あとね、ちょっとにゃんこ先生誤解しているのは、はい、僕そんないいやつじゃなくて、はい、この NF 女性、はい、NT 男性の話を聞いたときに、はい、やっぱりこの NFSJ って、はい、僕だけかもしれないんですけど、はい、あの共同組合って言うじゃないですか、はいはい、共同組合なんです、はい、なので僕はこの話を聞いたときに、はい、NF 軍対、はい、NT 軍なんですね、はい、で僕は ANF NF って、はい、やってるんですよ、はい、でこの話を聞いた時に、はい、勝ったぞなんですね、はいはい、ビーバップハイスクールの仲間加藤張りに、はい、戸塚に勝ったぞって、はい、やってる感じなんですよ、はいはい、ビーバップハイスクール1、まあ、覚えてないですけどごめんなさい、はい、ヘビジネコジ覚えてない、はい、なるほど、そんなに見てないですもん、小沢忠さんですよ、そんなに見てないです、まあ、やめましょうか、はい、っていう感じだったので、はい、どっちかっていうとこの NF の勝利って感じで話を見てたんです、はいはいはい、でも多分 NT の人たちって、はい、そうじゃないんですよね、もっと俯瞰して見てる感じ、俯瞰して見てるんで、こう NF がこう、あ、 NT がこういう行動をみんなが取るわけじゃないよって僕は見てましたあ、はい、なるほどね、はい、NF 頑張れ、はい、女の子負けるな、頑張れ、いえいえとかじゃない、はい、この人はこうだっただけで、はい、僕とは違うみたいな感じで、なるほど、 NT だからって言ってみんながこうそういうことは俺言わないからみたいなことは NT だからって言うはずがない、僕もむしろその喫茶店にいますけどね、はい、そのカップルの横に座って、はい、こうやって聞いてる感じです、はい、頑張れ、はい、男言え言えって、はい、っていう臨場感で見てたので、はい、そんなに感情あふれるとかね、はい、みんなの愛がみたいな、はい、タイプではないなとは思ってますけど、はい、そっか、で話をちょっと元に戻すと、はい、みんなはみんなの価値観に従ってやってほしいことを要求、はい、もしくは拒否というか、それを感じてないというか、はい、まあ、要求というかやってるって話ですよね、そうですね、あの NT でも好きになれば喜ばせようとするわけじゃないですか、でこの人は
好きって言ってほしいタイプだなと思ったら、思ったら好きって言うけど、それを知らない、知らないというか、最初のうちというか恋愛経験も少ないうちというか、うん、は多分ひたすらこう自分がされて嬉しいようなことをこうするわけじゃないですか。だけどそれでこう喧嘩になったりとかするわけですよね。振られたりとか。そうですね、はい、そんなことやってもらっても全く嬉しくないみたいな、はいはいはい、でなるとこう体験して、あ、好きって言った方がいいんだなみたいな学習するわけじゃないですか、はい、うん、なるほどみたいなことを、はい、だと本当になんかもう映画とかも、はい、多分見方は全然違うんでしょうね。見方は全然違うと思いますよ。